つまり、ここで強調すべきは、一部の人が頑張って仕事していい仕事するよりかは、全体が平等になった方が、その社会は繁栄するという可能性もあるということですね。可能性ですよ。また、上げ足取ろうという人を取らないでくださいね。話は一つずつ進めていくもんですからね。それで、実はその実例があるんですよ。実例が2つありましてね、非常に明瞭な長期間のその実例がソビエトなんですよ。ソビエトはですね、1920年頃に建国しまして、共産主義で、みんなで一致してやろうやとこうなったんですが、中身のストラクチャーはですね、エリート主義にしたんですね。モスクワ大学、そういう優秀な大学を作って、それを優秀な人を官僚に入れて、素晴らしい官僚システムを作ったんですよ。この素晴らしい官僚システムに入ったソビエトの人たちは、懸命に共産主義の国を成功させるために頑張ったんです。それで5カ年計画を作ったわけですね。だからそれはもうまさにその市場実験みたいなもんですよね。5カ年計画を作って、それをもうモスクワにいる超エリートだけが作るんですよ。で、その超エリートが作ったシステムに沿って国民全体が働くと。こういうものを理想的としたんですね。もちろん共産主義、ソビエトですから共産主義でね。それがいいっていう結論ですよ。そして5カ年計画をやった。それに応じて、東ヨーロッパの共産主義もですね、大体同じような計画でやってったんですね。それ70年経ちまして。ソビエトが崩壊する。東ヨーロッパも崩壊する。その時の、西側の自由社会に対する、その共産国の、その進歩の仕方。工業生産性だったら工業生産性。そういったものはですね、どうなったか。90年経って、共産主義の国は24年遅れてたんです。つまり、1990年における共産主義の平均的な生活態度とか収入だとか、人間の楽しさだとか全部ね、指標にすると、ちょうどその指標は、西側の自由諸国の24年前にしかならなかったんですよ。これは、例えば、西ドイツと東ドイツの比較なんかでよく出てましたね。同じドイツ民族であり、片方が東ドイツは共産主義で計画経済ですよ。だから西ヨーロッパは自由社会だったわけですね。でみんながもう共産主義の国は暗くて嫌だから、とにかく西ドイツに逃げていく。それでベルリンの壁を作ってそれを塞いだっていうぐらいの事件でね。それで東ドイツに住んでる人がベルリンのところの鉄条網を越えて西ドイツに入ろうとすると撃ち殺すと。こういう徹底した社会実験をやったわけですね。だから70年の間26年遅れたわけですね。ですから44年分だけ遅れた。つまり自由社会が40年分やった分を共産主義社会がエリート主義が70年かかったとも言えますね。ですから大変なものでですね、いかにそのエリートが計画を決めてそれを国民が実施するということの難しさを示してますね。もちろん国民はダラダラしてたんじゃないんですよ。共産主義ということだから俺たちがやろうって言って頑張ったんだけど、やはりエリートが率いる社会というのはダメなんだということの実証データ、これが一つですね。もう一つはね、1960年代の、アメリカですね。ちょっと待ってくださいね。はい。これはどういう状態だったかっていうと、非常にアメリカの生産力が強くなって、マクドナルドとか、いろんなものがですね、海外に出てったわけです。工場もそうですね。生産もそうです。そうするとですね、それは誰が計画したかったら、これもワシントン、ニューヨークを中心とするビュロクラフト、およびビジネスマン。つまり、アメリカにおける自由競争で非常に優れたのが出てくる。それがニューヨークと、それからワシントンにいて、その非常に優秀な官僚とビジネスマンによって計画が練られたわけですよ。で、主にはやっぱりアメリカのいろんな産業を外国に出して安い外国の労働力でやって、それでアメリカが繁栄すると。アメリカが知恵とかビジネスモデルなんかを提供して、それで、開発途上国にやらせて、安い賃金でやって、それをアメリカのプロフィットにする。誰が考えても良さそうに見えたんで、このモデルが使われたわけですね。これについては定量的な結論はですね、嫌なみだったか中高新書だったかにですね、詳しく書いてありましたが、その結論はですね、やっぱりダメだった。つまり、ソビエトの5カ年計画も、途中で新5カ年計画になってるんですけどね。それからアメリカにおける1960年から1970年に及ぶ、そのアメリカの非常に強い力が全世界に広がっていった。この2回とも失敗してる。で、アメリカの場合はその本、僕読んだ時に確かにそうだなと思ったんですけど、例えばね、外国の労働力が安いから、外国でマクドナルド作ったりなんかする方が、アメリカでマクドナルド作ってそれを販売するよりかずっといいと。まあ、マクドナルドの場合は食べ物ですからね。なかなかその、現地でしかできませんが、全体の、私の言ってるのは全体のあれですよ。生産ですね。それはよく思いますよ。利益も高くなりますしね。ところが、何が起こったかと、象徴的にはですよ。もちろん、アメリカにあった産業を、半分ぐらいを外国に出すわけですから、アメリカで失業者が増えたわけですよ。そうです。面白いですね。まず失業保険がいるわけです。失業者が増えるとね、犯罪が増えるんですね。で、犯罪が増えると、取り締まる警察がいるんです。裁判もやんなきゃ。おまけに、金銭トラブルとか、訴訟なんかが増えて、そして、弁護士が増えた。その本は大変に詳細にですね、そのアメリカの企業が外に作ってあたかもいいように思ったけども、アメリカが全体としてね、アメリカという国からね、人を全部殺すわけにいかないんですよ。